はい、皆さんこんにちは。ゲームイズダイプロです。はい、皆さんこんにちは。シロです。というわけで、はい。マウントアーマー。珍しい。シロさんの方にはちょっとなってしまうんですけども、はい、あと皆さんもちょっと今日いなかったんでね。そうですね。時期が時期なんで、久々のちょっとそうですね。やっていこうかなと。狙いは。はい、狙いは、正直そんな欲しいのいないんですよね、今。なんですけど、カグツチも行って引いてから、うん、ドストライクでハマったのって、銀魂コラボの近藤ぐらいだったんですよね。それ以外で習慣に入れるとか跳爆で活躍するってことも今のところないんで、うん、2体目はまあいいかなと思って、うん、で通常ガチャの方の1級だったりの2体目だったり、うん、あとはそれこそアロンダイトとかもその辺持ってないんで、うん、もう持ってないとこ欲しいなっていう欲を出して今回はちょっと引いてようかなと。あ、しかも今回ストライクじゃないか、うん、なかったっけ。あ、ストライクでしたっけ。ストライクだったっけ。いや違うんじゃない。あ、ストライクじゃん。あ、てかこれ両方どっちでもいいっすね。そうだ、ラッカーそうだよね、うん、今回熱くない。そういう意味で確かに。あ、そういう意味で熱いよ。この対象3がどれか出てもどれか出たら、うん、ストライク熱いね。まあでも今回に関してはあれっすね、どっちかというとワクワク民が欲しくて貯めたんで、まあ、今回おまけがね、うん、久々あれ熱かったんだよね、うん、貯めたら貯めたで、うん、でワクワク民が、まあ、もらえれば誰が出てもいいんですけど、うん、欲を言えばストライクダッキー。その辺、しかもその辺はこれまで出したことないからね、うん、あ、そうですね。カグツチが先に出ちゃったからあれですけど他の対象は一切出たことないですからね。ですね。本当にいきます。はい。あ、持ってないやつ来たら熱いんですよね。熱いよね。一応モンタワに関してはガチ無料なんで、これガチ無料ガチ無料なんで、ね、ガチ無料で確定だからとりあえず、ね、確定なんでね。頼むよ。まあ、楽しいんだなこれ。何が出るんだろう。そうなんですよね。来い。あー、微妙。微妙っていうか、いらねえ。自分もいらねえ。自分も確かにオズ引いたことあったと思うよ、問題までオズ今ね、あー、うーん、まあ、まだ使ってる人はいるんじゃないかな。オズ、まあ、アルカディアだとか、まあ、でも魅力持ってたらマジなんすからね。オズもう一個の方って何回使えるんだっけ。そのアルカディアじゃない方、拡大爆弾の方っすよね。あ、砲撃型だったっけ。そう、強い方で、ね、強いですよこいつ。こっちは神キラーが一応ついてんだ。ついてます。多分ね、三雲かなんかで一応適正みたいな感じだったんですよね、うん、俺を全部神化にしちゃってるから、まあ進化2体作ってやるか終わったまあ今回でもね、奈落のおかげでためるの簡単だったんですよ、うんうん、なんかためようって努力しなくてもたまったんですよ、うん、勝手に。しかもまた近畿、うん、すぐ来るし、ね、そう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 、だからまた来月も秒でたまると思うんですけど、うん、まあこんなもんですよね。モンダマは難しいな。なんかモンダマは、モンダマは難しい。モンダマモンダマね、1年半ぐらいやってんだっけ、モンダマって。てか1年あ、1年ちょっとじゃないですか。ちょっとか、うん、1年ちょっとでも、この前1周年とかそうか思ってやった、うん、あれはモンダマは攻略は難しい、うん。これもう1年越しですからね、うん、365日越しですから。あ、僕はちょっと別に撮って、ね、うん、また動画出そうと思ってますん で、 そうですね、ここは卒業組の、卒業組はちょっともうやっぱり、ね、はい、待遇違うんで、さらっとさらっと引いてさらっと引きます毎回。はい、はい、だけどね、まあ今月これ出ました、あれ出ましたとかね、はい、あればぜひ。これだってフラッパー、そうだね、フラッパーとは被ってないから引かないといけないから、なんかフラッパーでそういうのはできない、ね、フラッパーでなんか誰かに引いてもらうみたいなのできないですね。事前に引いてね、忘れないようにしてもらって、そういうのできないんで、はい、多分よろしくお願いします。いや、まあでもモンダマのなんか家具土に次ぐ枠は追加されませんでしたねって人はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか来てもおかしくなかったけどね。フラパとかで発表されるのかな、もしかしたら。ずっと言われてますもんね。絶対言われてるね、もう、ね。とりあえずね。やばいじゃん。これ週間遅れとかマジ。やばいよ。だってコントロールできないじゃないですかね、自分で。コントロールそう、もう最近コントロールできないモンスターがね。コントロールできないモンスターもそうだけど。ああ、なるほど。本当にちょっと。あの、お金でもないしね。運、うん、完全無理みたいな、ね。完全にそうだから、マジでもう、あれなんでね。よろしくお願いします。今回もゲームラジオ4からお送りしました。ナビビロでした。シロでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いました動画捨てたら出社してたいましたいきます。あ、いないって手だったんですか。あ、そうそうそう、いないからもういなかったって思って引いちゃったんですよ、うん、さっきニヤミスだった。そうそうそう、そしたら帰ってきたんで、やりましょう。
いいでしょう。狙いなんですか。いいでしょう。狙いは正直言っていいですか。ストライク。正直。うん。何？何？え、龍馬。ああ、いや、でも意外に引いてますからね。うん。意外に非属性出るし。え、でもなんか引いてません？最近めっちゃ。引いてる。結局引いてる。結局引いてるからね。金太郎出ればいいのに。金太郎がいるんすよ。かぐずちもう一体は。かぐずもう一体欲しいですけど、うん、まあ、まあ龍馬が欲しいよと。まあ、出てない人に出てほしいなって感じ。うん、何ちょっと何ちょっとポイント稼ぎに行くか。はい、行きます。はい。龍馬。確定ありましたからね、これね。確定出たらでも龍馬出たらなっちゃうから。うん、出たら大体確定じゃないですか、多分。おお、え、初ゲットっすか。初ゲットっすね。初ゲット。初ゲットっすね。初ゲパックってめっちゃ熱いやつですよ。熱いじゃん。モンストの中でいう、うん。モンストのジンクスありますもん。初ゲパックで仲がいいっていう。あ、じゃあ次この。はい。次この。あ、これもあるんですか。あ、オールスターの方で。行っちゃいましょうよ、これも。神かご。あ、まあ、それいい、確かに。そうですね、今まで進化して重心力しか使わない、素材いらないみたいなので、次こっち神が引いて両面揃っちゃうみたいな。いるんですか、両面。え、いや、いりますね、パックは。龍馬欲しいです、僕。はい、龍馬の方がいいです。龍馬欲しいです。龍馬の方がいいです。でも龍馬ほんと最近出てたの見たことない。うわ、行くね、行くね、早いね。行くですよ。はい、何狙ってんすか。龍馬、龍馬だけ。他の天使いらないですか。あ、でも、あ、メタトロンとか持ってないもんね。そういうの欲しいです。構える。サンダル本的な、そういう、はいはいはい、やつら。ラミエルでしょうね。ラミエル、構える、龍馬。構える引いたら世界変わりますよ、世界観だけに。マジで。1体出ますからね。非属性16。マクじゃないから。え、おっと、龍馬か、龍馬か。止まったら熱くない。わー、止まらない、普通に。アシオンか。誰ですか。アシオンだったか。しかも枠がどちらさんですか、これ。これ2-4-allです。あ、2-4-allか。実質2-4-all。間違えた。え、でもこれ非属性ですよ。確かに。うわっ、あっ、あー、ストレートいったな。 あ、ブルータスで使える方だ。そうっす、これブルータスで。あ、これどっちもどっちで使えるんですね。使える、こっちマグメル。どっちも使える、そう。あ、マグメル。これ2-4-allこれ2-4-allじゃない。まあ確かに2-4-allなんだけど。こっちがあれ、あれ2-4-allのあれっすよ。あの片割れ、片割れっていうか、まあそう、 0.5 2-4-allいやでも初ゲなんで、しかも火の貫通じゃないですか、うん、僕の全然いない。そうっすよ、これ嬉しいっすね。ダメを貫通って割りいいスペックってあんまいないっすからね。いるか、アレキサンドライトとか持ってます。持ってないんです。あ、持ってないんだ。じゃあシオン重宝するかもしれないっすね。おはようございます。まあ、なんだかね、非属性あれしたじゃないですか。まだね、持ってないとこ引いてきてますね。じゃあ最後、グリファンいきます。11っすよ、グリファン。グリファンいきます。11っす。とりあえずボックス整理したじゃないですか。ボックス整理して2回引いて、アポロックス、アポロックス、はい、アポロックスでトラビデが、茨城、茨城。どっちどっち。そう、え、俺が引いた同時、組みかけてなかったっすよ。恐ろしいな。先生、ちょっと同時、その世界観から LINE でキスキルリラ貸してくださいって。来た来た来た。いや、15秒ぐらいで返信したじゃないですか、俺。早いと思って。15秒ぐらいで返信したのに、その15秒で返信した返信が20分後とかで。え、でもなんか。カリキャンとかっつって。しろさん、俺、あれ、フレンドワーク出してくれてんのかなと思って。いや、違う違う違う。貸してくださいってわざわざ LINE してくれるから。まあ、確かに。確かに。なんか、あれ、変わるのかと思って。フレンドワーク変えてくださいじゃなくて、貸してくださいだったから。そんなわざわざ回して。入ってもらうなんて。俺後輩と結構大事な飯食ってたのに、ちょっと世界観のマルチ貸してってするから待ってって言って5分ぐらい時間をかけましたからね、俺。じゃあちょっとお二人にいちいち。確かに。じゃあ先行こう。先行ピオさん行きますか。どうしよう、ラック号伸ばすキャンペーン。これ行くんじゃない？あんなコーナー絶対同時出します。うん、絶対同時。同時じゃないんだよな、狙い。絶対同時。同時超アップだから。ああ、実質同時、うん、実質同時ですね。実質じゃない。ここまであって、あって実質同時じゃねえか。同時に一番近いからと言われてる。うん。ホーム。え、何が欲しいですか。コンボは持ってた。ボックス欲しいです。あ、ボックス。はい。同時いきます。頼む。2体いるんですよ今。同時艦隊の方がやっぱ強いですから。あ、艦隊強いですか。茨城同時。
なってる、なってるかもしれない。ちょっと遅いな。これ見たことあるな、これ。あれです。ミントみたいな。いや。強いっす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 。前回の、てか今来てるイベントの星4号の水で使える。もう楽20しかない、そいつ。どうします？課金します？いや、しない。はい、というわけで。さっきも一回閉まったと思うんですけど、閉まったと思うんで、こっちはもうおまけみたいな感じになるかもしれないですけど、皆さんが聞いてくれました。モンダマとオールスター感謝ガチャ。拍手。拍手。オールスター感謝ガチャでもどうでした？なんか。いやでも嬉しかった。3日間の感想としてどうでした？うん、3日間の感想として、はい、やっぱりその持ってないやつが結構ひ、うん、僕は弾けたんで、うん、それが嬉しいです。確かに。はい、シオンバック。パックも持ってます。あ、パックも持ってますか。なんかモンタマからパックの配置率高いですか？なんか高い高い。よく見るんですけど。高い高い。よくお見受けするんですけど。いや、それは高いよ。見てないでしょ、別に。高いよ。あれでしょ。あれでしょ。チャンネル登録。わかります、わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね。はい、教えてあげようね。